お帰りなさいませ、阿行様。なあ、先ほどから定期的にお電話がかかってきています。定期的？はい、10分おきくらいでしょうか。前回が9分20秒前でしたので、もしかするとまた。ジャストタイミングだ。何かございましたらお呼びください。電話が鳴ってるぜ。あ、やっと出た。もうさっきから何度もかけてんのよ。すまんな、忙しいんだ。あら、そんな釣れないこと言っていいのかしら。用事がないなら切るぜ。まあ、連絡があったのか。はーっと。おい、電話で話せないことくらい知ってるでしょ。お店で待ってるわよ。エマーヤから、ここ最近ご無沙汰だったかな。今度はなんだ。すぐにジプレ行ってみよう。うわあ、貴様、珍しく事務所へいたのか。すまんな、急いでいる。あまり急ぐと人生足元すくわれるぜ、アギオ。急用だ、相手をしてる暇はない。ミントチュアンは無病息災か。こいつ、まだミントが機械人形か疑ってるのか。よくよく考えてみたらな。なんだ、あんなプリチーな女の子が機械人形のわけないではないか。しっかり仕事せえよ。羨ましいことをしたら即逮捕だからな。やつがアホで助かったと言うべきか。それよりも今はあそこに行く方が先だぜ。阿行様、お仕事ご苦労様です。本日はまた気合を入れてお夕食を作らせてもらいます。献立はまだ内緒です。びっくりさせたいですから。それでは失礼いたします。アギオちゃん、いらっしゃい。あのネタね、今回はお安くしておくわよ。情報得るがエマーヤのよ。マーヤちゃん、こんな時に電話なの。ちょっと待ってね。はい、ジプレです。は？誰よ。そらいるけど、アギオちゃん、あなたにお電話。可愛らしい女の子よ。俺に電話？そう。うん、アギオだが。私です。なぜここがわかった？ジプレへ行くとこちらでおっしゃっていましたから。で、何の用だ？お母様が私に会いたいとおっしゃっています。はあ？お母様？今、
刑事？誰だそいつは。おい、勝手についていくんじゃ。おい、ミント、ミント、なんてこった。刑事が俺の事務所へ。しかもお母様、父親、ミツルギのことじゃないのか。えー、くそ。どうしたの、血は喧嘩。平和ね。平和なのはお前のうつむだけだ。あら、釣れないのね。で、どうするの。エマーヤの情報買っていく。情報というよりは単なる連絡みたいよ。手数料1万円だけでいいわ。アギオちゃん、あなたまた何かに巻き込まれてるんじゃない。彼心配してるみたいよ。ガルシア、ミツルギの共同開発者ってやつだったな。ガルシアへ渡せ。なぜ俺がガルシアに渡す。だってミントは今まさかこれは陽動ってやつじゃ。バカな、なぜエマーヤが俺をはめる。ミント、ねえアギオちゃん、どうしたの、顔が真っ青よ。すまん、すぐに帰る。お仕事もいいけど、人間ゆとりがないとね。いない。また海にでも。いや、今はあの時とは違う。買い物以外で出かける時は必ずメモを残すように言ってあったはず。俺がアッシュに呼び出されてからの話だ。アッシュが関与するとは考えられない。とすればエマーヤ、やつはミントから手を引けと言わなかったか。まさかエマーヤが。であるならば、なぜエマーヤはあんな警告を送ってよこしたんだ。だが、ミントと俺を引き離すつもりなら、いくらでもチャンスはあったはず。とすると、待てよ。そういえば。ミントチュアンは無病息災か。よくよく考えてみたらね。あんなプリチーな女の子が機械人形のわけないではないか。まさか。
今声が聞こえなかったか？こんな可愛らしい人形がこの世にあるとは驚いてずい。連れてくるように頼まれていたが、もう少し後でもいいだろう。何せ連れてこいとしか言われてないぞい。この下痢たロリコン野郎の声は。西船橋。ミントちゃん、いい子だから静かにしてるんでちゅよ。それじゃあ靴下を脱ぎまちょうね。なんかお医者さんごっこでもしている気分になってくるじゃないか。しかし私が今靴下を脱がしているのは単なる機械人形であるからして基礎などできんわい。太陽みてえなルンペン探偵にはもったいない人形だぜ。くそ、俺アギオ、みんなチョアンを奇世界人形にしたあげく散々いじめていたに違いないのだ。私のミントチョアンにそんなことをするとは不届き千万の野郎だ。いつか逮捕してやるからな。くそ、くせ、くそ。というわけでミントちゃん、おじちゃんが丁寧に遊んであげるからね。じっとしているんだぞ。西船橋の野郎。おい西船橋。かわいいのってまちゅね。おい聞こえないのかよ。ミントちゃん、おじちゃんと一緒に遊びたくなってきたかな。あいたた。ミントちゃん抵抗してるのかな。そうでなくちゃね。今のはちょっと効いたな、ミントチュア。力あるのね。ちょっとめまいがしてきたぞい。ミントチュア、もうちょっとお手柔らかに。衝撃が私の後ろから来るような。その通りだ西船橋、俺は後ろだ。なんだ邪魔をするな、私は警官だぞ。こっちを向け。何を、貴様私を誰だと。忠告はしてあったはずだな。今度はネクタイを直すだけじゃ済まないぜ。待て、私が一体何をした。この状況を見れば一目瞭然だ。私はただ頼まれてだな。誰に。それは言えんぞい。警官は守秘というものがあってだな。この状況は警官の行為にふさわしいとでも言うのか。バカ言っちゃいかんよ君。
私は機械人形と公園で戯れていただけではないかね。戯れていただと？はははこの機械人形をどうかしたところで、私が一体何の罪に問われるというのかね。成功な機械人形であるのは認めるがな、ま、とりあえず人間であるこの私に奉仕してもらおうと。誰が人間だ、何が奉仕だ、この愚か者が。ここはどこ、私は誰。ミントは人形などと言いやがって、しばらくそこで小さくなってろ。キヨ、アギョウ様、怖かったです。私もう大丈夫だ、変態親父は退治したぜ。アギョウ様、暖かい。よしよし、とにかく服を整えるんだ。このままだと風邪を引くのかな。わかりません。でもアギョウ様が来てくれると思っていました。とんでもない買いかぶりだな。俺はせいぜいミントが危険になる時しか来ないぜ。はい、とにかく服を整えろよ。後で風呂に入ろう、洗ってやるよ。